どうもドライトです。ドライト動画1年が経ちました。それでですね、今回は1周年記念としてちょっとしたお知らせをします。まずはですね、今のところ不定期でですね、サムネイルじゃない、チャンネルトップページがですね、今のところ不定期で18時配信っていうなってますが、今のところ3日ごとに1つ配信している状態になっております。まあ、これは変わらずにやっていきたいですね。うん。で、まあそういうことなんですよ。まあみんなわかってると思いますけど、今のところ3日ごとに1本の動画を出しております。そしてですね、次がですね、視聴者イベントをね、やってみたいと思ってるんですよ。結構もう1年経ったんで、そろそろ視聴者さんもなんか参加したいなっていうのはあるかなって。でですね、ドラクエ10でのイベントで一度やったことあったと思うんですけど、何丁目クイズを募集してみたいと思ってます。募集の仕方は動画でまた配信しますので、その時に見てください。あとツイッターとかでもちょっとお知らせしようかなと思います。で、ツイッターって言ったんですけど、ツイッターも始めました。ツイッターはね、どんな内容にしようかなってずっと悩んでて、今のところ瞑想中です。瞑想してますね。ツイッターは今のところはね、動画配信しましたよっていうお知らせと、自分が今やっていることですね。例えば今やったら、なんだかな。フェルト人形を作ってて、そのフェルト人形を今のところ見せてますね。こんな感じですね、フェルト人形。どうですか？ちょっとね、ドライト君を作ってみました。どうですか？ちょっとね、色を間違えたんですね、顔の色を。で、大量に買ったからもう一個くらい作ろうかなって、同じ色で。大失敗してです。大失敗。そんな感じです。ツイッターは瞑想中ということで。で、続いて、ドラクエ以外の実況もやってみようかなっていうのもありますね。これもちょっとまだ未定です。どんなゲームにしようか、レトロゲームがいいのか、プレイステーションあたりにしようかなとか、ファミコンはどうかな、一応ありますけど、どうしようか悩んでますね。ここはちょっと、おいおい。今んとこスマブラしかやってないんでね、ドラクエとスマブラ。他のもやっていきたいなと思っております。で、最後に、みんな気づいたでしょうが、気づいたかな？画面をよく見ると、綺麗になってます。新しくね、買ったんですよ。HDMI 対応の、HDMI 対応の、なんて言ったんかな？ビデオキャプチャーを買いまして、それで、今度は、いい画像で、いい画質で、お届けいたします。それがね、一番のね、とこなんですよ。買ったんですよ、これ。結構かかりました。2万ぐらいかかったかな。最後にですね、何丁目クイズ、視聴者イベント何丁目クイズをいつやるかっていうのをちょっとお知らせします。ちょっと忘れてました。すいません。ですね、だいたい7月ぐらいかな ?7 月か8月ぐらい、このあたりにやろうと思っております。大体お知らせするのは、募集するのは6月あたりにして、しようかな。もうちょっと早い方がいいかな。7月の頭とかにした方がいいのかな。それぐらいにまたお知らせします。はい。ではですね、ドライト動画1周年記念、ちょっとしたお知らせを終わります。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方はエンジョイダンスをしている私ドライトをクリックするとチャンネル登録画面へ行きます。そしてずっとお茶をしているコンシェルジュのドラミちゃんをクリックするとこの動画の再生リストへ行きます。携帯スマートフォンタブレット端末の方は画面下のチャンネル登録ボタンまたは概要欄のリンクからお願いします。それではまたよろしくお願いします。